都南前橋は、日本の群馬県前橋市をホームタウンとする社会人、サッカークラブ。1982年、高校サッカー界で競合である、群馬県立前橋商業高等学校サッカー部、監督の奈良智彦が中心になって、前橋商業高校サッカー部 OB たちが集まり、都南サッカークラブを結成した。クラブ名は、ことわざの、都南の翼に由来する。 当初は OB が卒業して、社会人になってからも体を動かしサッカーを楽しめるように作られたサッカークラブという趣もあった。しかし、群馬県リーグ3部に参戦すると初年度からチームワークを発揮し、そのシーズンは県選手権ベスト4という成績を残す。1985年に部昇格、翌年1986年には群馬県リーグ1部に昇格。 社会人企業チームと互角に競り合い、この年の天皇拝見予選トーナメントでは3位になる。1988年シーズン、試合中に興奮し、審判に対しての暴力行為に発展。群馬県サッカー協会は事態を重く見て、監督は1年間の出場停止、チームは半年間の公式試合への出場停止、 さらには二部へ降格という処分が下された。翌年二部を制し、1990年には一部に、会議座く、県総合選手権初優勝、天皇拝見予選準優勝を飾る。翌1991年県リーグ一部で、初優勝。翌1992年には、天皇拝見予選優勝、関東社会人選手権、優勝。 1993年を晴れて関東リーグに昇格した。1990年代後半からは元 J リーグ所属選手が所属するようにもなる。1994年から2000年までは県リーグに所属。2001年から関東リーグに復帰する。そして2年間関東リーグに所属した後、2003年1月13日のザスパクサツとの関東リーグ入れ替え戦で、 pk 戦までもつれた首都に敗れ、再び県リーグに降格することとなる。2003年に、都南 SC から、都南 SC 群馬に、名称変更。2006年は、草津より、藤家秀行、国母淳、樹森大輔の3選手、あるて高崎からか木剛が加入。群馬県リーグ一部を9勝3分、平均得点5点で制し、第40回関東社会人。 サッカー大会に出場したが、準々決勝で敗退した。2007年も圧倒的な強さで群馬県リーグ一部を制覇し、第41回関東社会人、サッカー大会に臨んだが、準々決勝で敗退し、またしても関東リーグ二部昇格を逃した。一方、群馬県サッカー協会長倍では決勝戦で JFL のある手高崎を破り優勝して皇杯 全日本サッカー選手権大会への初出場を果たした。そして前年に続き出場を決めた全国社会人サッカー選手権大会には大会初勝利と関東リーグを飛び越えての JFL 昇格のチャンスをつかむべく大会に臨んだが東北リーグ一部2位ででに全国地域リーグ決勝大会への出場権を獲得していた。 NEC 東近と1回戦で対戦するも惨敗。2008年に都内 SC 群馬から都南前橋へ解消。群馬県リーグ一部で114得点を挙げ、6年連続14度目の優勝を飾り、第42回関東社会人サッカー大会への出場を決めた。そして各都県リーグの代表チームを破り16年ぶり2度目の優勝を果たし、 7年ぶりとなる悲願の関東リーグ2部復帰を決めた。また、10月に行われた第44回全国社会人サッカー選手権大会では、初戦で九州リーグ王者の沖縄カリウ FC を撃破し、6度目の出場にして同大会での初勝利を挙げた。2009年は、久しぶりに関東リーグ2部で迎えたが、開幕に連敗を喫し、スタートダッシュに失敗。 しかしその後の10試合を8勝2敗でカバーし3位まで浮上。そして SAI 一原 SC との2位の座をかけた直接対決に勝利し、最終的には10勝4敗の成績で一部昇格を決めた。そして4年連続の出場となった第45回全国社会人サッカー選手権大会では各地域リーグの競合チームを相手に検討し、 三位入賞を果たした。2010年4月に公式サイト上で山田電機とのオフィシャルパートナー契約の締結が発表。また7月にトップチームと都南前橋サテライトの2チームが同時に全国社会人サッカー選手権大会の出場権を獲得するという快挙を達成した。リーグ戦は関東リーグ一部5位という過去最高の成績を収めた。 2011年は全国社会人関東予選で6年ぶりに敗退し、群馬県サッカー協会長杯でも4年ぶりに決勝進出を逃すなど、カップ戦では結果が出ないシーズンとなったが、リーグ戦では2年連続5位と検討した。2012年は群馬県サッカー協会長杯で優勝し、5年ぶり2回目となる天皇杯全日本サッカー選手権大会に出場。 1>, 1回戦で大会初勝利を挙げ、2回戦では、チーム史上初の J リーグ所属チームとの対戦を、果たしたが敗退した。さらに、リーグ戦では、過去最高の4位の成績を残した。2013年9月17日、J リーグ準加盟クラブとして承認された。10月15日に、J3 加盟審査において、ステップ2の J3 スタジアム審査が、 要件未充足との結論になったとして、2014年度のライセンス交付見送りが決定。その後日本フットボールリーグに公募推薦枠での昇格を目指したが、こちらも昇格が認められず、JFLJ3 昇格は持ち越された。2014年、群馬県サッカー協会長倍では、トップチームと都南前橋サテライトが共に決勝に進出し直接対決した結果、 3から2で、サテライトが勝利し天皇杯に、群馬県代表として出場した。KSL 市原カップでは、初のベスト4進出を果たした。リーグ戦では2014年は7位、2015年は8位と、順位が低迷し、2016年は9位となり、長年守ってきた関東リーグ1部から降格した。2017年、8年ぶりに関東リーグ2部で、 戦うこととなり、監督兼代表だった菅原が代表に専念し、新監督として、アルテ高崎、FC カリア、東京 23FC で、監督経験のあるアマラオが就任した。関東リーグ2部では一時主位に立ったものの、最終的に9勝4分5敗の勝ち点31、優勝した東京国際大学 FC に、勝ち点差7をつけられ2位に終わった。本来ならば、 自動昇格で1年での一部復帰となるが、2018年シーズンは JFL から2チーム関東一部へ降格してくるのに、伴い2部2位の扱いが自動昇格から一部7位との入れ替え戦に変更、その入れ替え戦で横浜もしくと戦い0から1で敗れ、1年での一部復帰を逃した。全国社会人サッカー選手権大会関東予選では1回戦で同じく 関東2部の日本工学院 F マリノスと対戦、1から1の同点から PK 戦の末6から7で敗れ、本大会出場を逃した。第97回天皇杯では、群馬県予選で優勝し、本大会に出場、1回戦では東京国際大学 FC に勝利したものの、2回戦で大宮 r d ャに敗れた。二千十九年、プロのクラブを目指すのではなく、 アマチュアクラブとして地域貢献、地域密着を目指し、子どもたちから大人までに愛されるスポーツクラブを目指すとして、公益財団法人日本プロサッカーリーグに J リーグ100年構想クラブからの脱退を申請。2019年7月30日の J リーグ理事会でこれが承認された。2020年の関東サッカーリーグでは、 前橋総合運動公園群馬電工陸上競技、サッカー場、NTT と南スーパーグラウンドでホームゲームを開催する。2013年に J リーグ準加盟申請を行った際は、前橋総合運動公園陸上競技、サッカー場をホームグラウンドとした。前橋総合運動公園を本拠地としてこだわる理由として、ウェブマガジンザページで菅原博士は、 四季島ともは群馬県の持ち物ですから、僕はあくまでも前橋市から J3 に行きたいとコメントしている。ただ、J リーグライセンス J3 基準では、収容人員を原則座席で5000人以上であることや、選手、審判団のロッカー室、控え室、会見場などの施設充足が求められているが、前橋陸ではそれらが現在充足されていないため、このままでは、 J3 昇格ができない状態にあった、都南クラブに関するカテゴリー、ありがとうございます。